<laughs> 今、G のレコンゲスター、劇場版の第2部と第3部見終わりました。とても良かったです。第1部同様、とても良かったです。なんか、第3部かな、まあ、全体的に、なんだろうな、アニメーションと違って、それぞれがどういう思いを秘めてるのかっていうのが、すごい、追加、そのシーンで、えー、 描かれてたんで、ベルリが、その、アイダさんがお姉さんだった時の気持ちの、そのブレ用とかがなんかだいぶ分かりやすく表現されてて、よかったですね。あと、ノベルでしたっけあのヒロインの子の気持ちも一緒ですね。あそこのシーン良かったですね。なんかガンダムらしさ、主人公とヒロインのガンダムらしさがあって。うん。とても良かった。 あとは戦闘は相変わらずかっこいいし綺麗だしコートルックパックのところはやっぱかっこよかったねうんあとなんかなんだろうなだいぶ見てて思ったこといっぱいあったけどもうほとんど忘れちまったよまあアニメはなんかかなりかキャラクターたちに感情移入とかしとかないとなんかこのシーンどういうことなんだろうっていうのがたくさんあったけどやっぱそういうのが 前提的に追加シーンで分かりやすくなっててまだ分からないことたくさんあるのは俺がちょっと理解力足りてない可能性もあるしまあでも全然見やすいねいいわ最高だわ第4部と第5部も楽しみですとてもいやベルリの喋り方の癖ねあれ真似したいわ俺もおもろいわあとリンゴさんの 声優がシュルクなんで、とてもなんか、シュルクじゃんっていう感じがして、いいなって思いますね。あと、ラライアが宇宙で賢くなっていく姿も、相変わらずいいですよね。うーん、うん、まあそんな感じですかね。とてもいい映画です。早く第4部、第5部、見たいです。いつ上映かも忘れましたけど。それでは。 まあこだけです、まあ、兄貴も見たと思うんで、ぜひ。なんか僕に聞きたいことあれば、動画ください。では。